マックス・ディロンは本当、最高に優しい人だった。ああなったのは、ウナギの水槽に落ちたせいだ。なるほどね。また痛みだ。大丈夫か？腰痛だよ。これって、スイングしてるせいだと思う。わかる。僕も背中が痛むよ。本当？ああ。ボキッとやってやろうか？ああ。やる？ありがたいよ。よし。いい？ああ。いいね。おしまい。わあ、聞いた。そう、だいぶ楽だ。すごい。ああ、最高だな。兄弟が欲しかった。ねえ、君は体の中で蜘蛛の糸を作れるわけ？その話はあまりしたくないな。いや、誤解しないで。僕をいじってるんだろ。いや違う、いじってるんじゃないよ。ただ僕らにはできないから、どうなってるんだろうって興味があるんだよ。それだけ。ほんとすごいよ。プライバシーだから詮索しないけど。いや、そんな、どうやって出すか説明したいけどできないんだ。例えば息をするのと同じだ。意識してないだろ。なるほど。出るところって手首だけ？他のところからも発射できるの？いや、手首だけだ。ウェブ切れはなし？僕はしょっちゅう切らしてる。ラボで作らなきゃいけないから。それは面倒くさいんだ、君と比べると。それは面倒だろうね。でも僕も切らしたことある。急に、あ、糸が出ないって。どういうとき？ああ、存在意義を見失ったとき。ああ、それ分かりすぎるぐらい分かる。ねえ、今までの敵の中で一番ヤバかったのは誰？相当いた口ぶりだな。いい質問だ。ああ、思い出すのはエイリアンだ。黒くてネバネバしたやつだった。え、僕もだ。エイリアンと戦った。地球と宇宙で。うわ、紫のやつ。僕も戦いたい。いや、そりゃ驚きだよ。宇宙でエイリアンと戦ったなんてね。僕はしょぼいよ。印象に残ってるのはロシア人だ。サイのスーツ着てた。いや、僕はしょぼいっていうのは取り消しなよ。君はしょぼくないよ。それはどうもありがとう。自分をしょぼいって言ったんじゃなくて、独り言みたいなもんだろうけど、卑下しない方が。ああ、僕は。だって君はアメージングだ。言葉通りに受け取ってよ。ああ、そうだね。君は本当に素晴らしいよ。そうする。君はアメージング。ありがとう。自分で言ってみて。いや、言ってもらったからもう十分。ね、集中して。感じる。ああ。よう、ピーター。新しい俺はどうだ？なあ、それをよこせ。壊してやる。でもお前は見逃そう。俺を人殺しにさせるな。よし、みんな行くよ。